さあ、ということで、本日からね、なんとこちらのスパーキングリミットブレイクガシャがね、来たということで、こちらのね、マルチゼットパワー使うキャラクターおすすめ紹介していこうと思います。一応4周年から始めた方はね、初めて、だと思うので、一応説明しとくと、ステップアップガシャになってて、まあ、ステップ7まで引くことによってね、なんと、通常スパーキングマルチが1000、そしてリミテッドマルチが600もらえるっていうね、石3000個で、全部回せるんですけど、3000個にしてはもう破格のね、ラインナップとなっております。まあ、ガシャも引けるんで、おまけでね、一応こういうリミテッドは出るかもなんですけど、超低確率なんで、まあ、あくまでガシャはおまけで、マルチ本命って感じですね。うん。まあ、ほんとに石3000個で、リミテッドマルチがもらえる、通常スパーキングマルチも1000もらえるって考えたら、これ以上ないぐらいね、お得なガシャとなってるんで、まあ、ぜひね、PVP やる人はね、絶対に引いた方がいいですね。PVP やらないよって人は別にね、いいかもですけど、まあね、キャラクターね、育てたいキャラクターに、マルチ触れるんで、はい。今回は、引く人用に、一応ね、おすすめキャラクター紹介します。ちなみにこれ期間がね、8月9日までなんで、一応ね、ギリギリまで温存して、で、今ね、すでにリミテッドマルチ600とかね、ストックしてる人は、ギリギリまで温存したら、ワンチャンね、来週新キャラ、リミテッドが来た時に、まあ、保管してる分と、今回のリミテッドブレイクガシャの、リミットブレイクガシャの、リミテッドマルチをね、二つとも食わせることができるんで、一応、保持してる人は、ギリギリまでね、引くのを我慢するのをおすすめします。ということで、やっていきましょうか。まずは、スパーキングキャラクターのおすすめ、紹介していきます。とりあえず、この6体持ってきてますね。テンさん、アルブ、ウィス、タピオカ、復活フリーザ、ゴルフリー。まあ、通常スパーキングで現状 PVP でね、めちゃくちゃ強いよっていうのはこの辺かな。あとはまあ、入れるとしたら、青ビルスとかもいいかなって感じですけど、まあ、その辺の7体かなと思います。まあ、天津飯はね、まだ、ライジング向こうの能力が実装されていない状態なんですけど、されればね、必ず、需要はあるというか、こいつにしかできないね。ライジング向こうっていうね、とんでもない能力なんで、まあいいかなと思います。ただね、復活とか踏ん張りと違って、踏ん張り貫通、復活アンチ効かないっていうメリットはあるんですけど、このキャラクターにライジングを打たれてしまうとね、そのまま死んじゃうっていうデメリットあるんで、うまいことね、待機とか、管理しないとね、いけないっていう、まあ弱点はありますけど、まあ、使う価値あるかなと思います。いつ来るんでしょうね、この強化。で、アルブね。まあ、書いてあることめちゃくちゃ強いんだけど、思ったよりっていう評価の人も結構多かったと思うんですけど、まあ、再生使う人とか、あとやっぱりね、このキャラクター使ってみてほしいんですけど、予約射撃がめちゃめちゃ強いんですよね。なんで割引とかでたまたま引けたよって方はね、全然今回のスパーキングぶっ込んでもね、悪くないと思います。気絶もあるし、本当にね、強いキャラクターです。耐久力がちょっとないのが残念ですけど、まあまあまあって感じかな。この2体はしかも最新のキャラなんで復刻もね、当分来ないんで、まあ、全然おすすめかな。で、続いて、ウィス。これはもう間違いないね。さっきの2体よりもおすすめできるぐらい、そんぐらいサポート性能に特化してて、まあ、どんなパーティーに入れてもね、活躍してくれるって感じの、サポーターなんでありですね。で、タピオカもめちゃくちゃ強いね。うん、本当に今、PVP でめちゃくちゃ暴れてますね。変身ベジット持ってない人の黄色枠としてはもう最強クラスなんじゃないかなってぐらい、味方のサポートに特化したキャラクター。まあ、こいつ自身も殴っていける性能を持ってるし、優秀ですね。そして、復活フリーザ。まあ、KF とか兄弟とか、まあ、ピン刺しで無理やり復活入れたいよって人も、まあ、一応使えるかなって感じですけど、まあ、未だに復活キャラ最強なんでね、全然、振るのはありかなと思います。で、天使ゴルフリンもね、まあ、KF の緑枠ぐらいでしかそこまで使い道ないですけど、まあ、やっぱり通常 SP にしては破格すぎる性能なんで、KF 使いの方はこの2体ね、振れるっていうのはいいですね。今回のガシャ引けば絶対にね、突が上げれるっていうね、めちゃくちゃいいです。で、ビルスも一応ね、まあ、ありっちゃありなんですけど、まあ、覚醒ベジットブルーがね、正直無料覚醒でそこそこね強いんで、まあ、そっちがある人はそっちでいいんじゃないかなって気は僕もしてますけど、全然ビルスでもね、いいと思います。ということで一応ね、今回、通常スパーキングで PVP でね、使えるキャラクターのおすすめはこの7体かなと思います。で、続いては、力の大会で強いキャラクターですね。の、通常スパーキング。まあ、一応1体覚醒混ざってますけど、この中のキャラクターは、まあ、力の大会でね、特に、スコアを伸ばしやすいキャラクターなんで、力の大会の石回収がうまくいってないよって人とかはね、この辺のキャラに振るのもおすすめですね。まず赤18はね、まあ、はい。相手にね、デバフかけつつ、味方のね、体力回復持ってるんで、まあかなりね、戦闘ポイント稼ぎやすくなるキャラクターですね。で、青ご飯、まあ、もう最強のね、力の大会最強キャラですね。もう本当に、はい。50%、55% 切った時に体力 15% 回復。かつ、ターゲット集中なんでも安定してね、スコアを稼げるね、最強のキャラクターとなっております。なんなら覚醒してなくても強いです、こいつ。で、クズ野郎。
もうこいつもめちゃくちゃ強いね。力の大会においては、やっぱり攻撃もらった時に、範囲内のね、自身含めて、4マスか、に体力回復してくれるんで、まあこいついっぱい殴られた時のね、上振れがね、めちゃくちゃね、すごいですね、スコアをね。まあ運ゲーですけど稼ぎやすいキャラクターとなっております。そして、ガンマ2号もね、まあ赤18に似た性能かなと思いますね。このキャラクターも一応ね、自身含めて4マス、3ターン目を、終了時かなに、体力回復持ってるんで、一応スコア伸ばしやすくて、必殺も貯めやすいんでね、アタッカーにもなれる優秀なキャラですね。あとはやっぱ映画でかっこよかったんで、やっぱ、突上げたいなと思ってますね。僕は今ちなみにガンマに振ってますね。で、5点。5点も力の大会で変身キャラなんでね、ステもね、高くて、2ターン目に必殺確定で打ってくれて、味方のヨダメサポートもできるんで、まあまあまあ、こいつもね、結構古いキャラですけど、力の大会においては全然っていうかもう常に上位クラスでね活躍してるキャラクターなんでね、とつない人は絶対上げといて損ないですね。で、ポマベジ、まあ、このキャラクター今かなり、株上げてますね。なんならクズ野郎よりも最近強いんじゃないかと思ってきてるんですけど、3ターン目開始時に全員をね 3% 回復してくれるっていうね、いや本当に強いんですよねこれが。うん、マジで、あの、1ターン目青ご飯に集中させて青ご飯でね、15% 回復した後に2ターン目の攻撃が敵が散ってくれれば、3ターン目開始時にそのね、ばらけた攻撃をね、均等に回復してくれるっていうね。まあかなり戦闘ポイント稼ぎやすいキャラクターなんで、まあこのキャラクターもね、めちゃめちゃおすすめかなと思います。まあ以上が、スパーキングのおすすめキャラクター、12体。あ ?12 体ではないか、ビルスもいたんでもうちょいですけど、13体でした。まあ他にもね、おすすめキャラクターはいるんで、ぜひね、他にもこういうのおすすめだよっていうのあればコメント欄とかに書いてください。続いてリミテッド。まあ、リミテッドの中でも、超おすすめなキャラクターは、まあ、この6点。まあ、特にこの上3人かなと思いますね。身勝手はね、正直もう今最強キャラランキング作るんだったらなんなら1位にしてもいいんじゃないかってぐらい、もうそんぐらいぶっ壊れな、キャラクターになってます。どんどんね、僕の中で評価上がってますね。やっぱりいるだけでね、待機管理がしやすくて、もう、本当に強い。泥足もあるし、青属性に何もできないみたいな風に思ってたけど、ヨダメもね、ガンガン上がってくキャラクターなんで、めちゃめちゃ強いです。で、リュウケンね。まあ、人によっては相当評価低い人もいますけど、この人って、安全にね、泥足ついて超火力で序盤で殴っていけるっていう、殴り性能に関してはもう全キャラ中最強なんですよね。なんで、コンボをね、取れる人が使うとマジで強いんで、まあ、上級者向けな気はしますね、龍拳に関しては。うん。ユニゲ貯めたりとかもあるんで。ただ本当に使いこなせたらね、もう相手してて、殴られて本当に嫌なキャラクターなんで、マジでおすすめです、龍拳。で、7-8。まあ、ブースト切れちゃって、まあ、あれですけど、あからさまにね、やっぱり、個人的にはですけど、評価ちょっと変わってきたかなと思います。耐久力とかもね、結構下がったイメージあるんで、まあ、赤村とかね、合体にピン刺しで異物混入で入ってるの見ますけど、まあ、個人的に合体に入れるとしても身勝手入れた方がね、強いと思ってるし、赤村で使うんだったらまあありですけど、うん、赤村にも身勝手入ってるんで、個人的にはちょっと身勝手にマルチ優先した方がいいかなって若干思ってきつつもありますね。まあでもただ、7-8もね、やっぱ雑にコンボ取れるっていうね、強さは持ってるんで、もう脳死で勝ちたいよって人はおすすめかなと思います。特殊がやっぱ強すぎるんでね。で、あと下3人もね、まあ、PVP でもね、そこそこ見るよってキャラクターたちですね。ゴジフォーはやっぱり変身じゃねえ、ウルトラスーパーベジット来て合体がクソ強くなったんで、もう本当に緑役としてね、かなり強いキャラクターなんで、未だに最強と。ただやっぱり突がある程度ないとね、きつくなってきたかなって感想は、感想というか、あれはありますね。で、セミちゃんもね、まあ、ユニフラで、まあ、ぶっ壊れのユニフラもらってね、めちゃくちゃ強くなったし、まあ、再生もね、強化が今後ね、来そうな感じもちょっとしてるんで、再生パでも使えるかもだし、兄弟パとかね、まあ、あと、旧式の赤村とか、その辺で、まあ、一応使えなくないんで、まあ、全然強いです、本当に。そして、ホープソードもね、今、めちゃくちゃ評価上がったと思いますね。何より、マベジのね、覚醒が来たことによって、日差げの全開日がついに来たということで、マジで強い。しかもね、マベジと組み合わせて青2枚することによって、身勝手合体とかね、そういう選出に青2枚がめちゃくちゃ刺さるんで、まあ、出番かなり増えるかなと思いますね。本当にちょっとね、ホープソード強いです、今。ということで、まあ、リミテッドで特におすすめなのはこの6体かな。うん。で、続いて、まあ、さっきの6体ほどでもないけど、結構おすすめできるキャラクターがこちら。まあ、ジレン。まあ、そこまでおすすめできないけど、一応ね、入れてます。やっぱり7-8とか踏ん張り貫通いないパーティーに対してはね、かなり役割持てて、気絶もあるし、優秀なキャラクターかなと思います。
使えるパーティーがそこまでないのが、うん、あれなところですけど。そして、極ベジね。まあ、最近紫染めがもうほぼいなくなったということで、まあ、ランク落としてますね。紫染めがなぁ、まだ戦える感じ、まあ、戦えるんだけどね。ま、さすがにちょっとしんどいよね。で、こいつは染めでね、前回乗せまくらないとかなりきついんで、まあそれもあって評価落としたけど、まあ全然ね、4桁とか3桁とか取る分だったら、全然現役ですよ。2桁でも全然戦えるしね。まあ上手い人が使えば全然1桁でもやれるキャラクター。ただやっぱりちょっと寂しくなってきたかなって感じ、能力が。で、フルフリ。まあやっぱり常時踏ん張り貫通あるんで、変身ベジットに、変身ベジットじゃないね、ウルトラスーパーベジットに、ライジングでね、一気にね、落としに行けるっていうのが優秀なキャラクター。特に合体って赤属性が一応ね、まあ純粋な合体で組むとね、いないんで黄色がめっちゃ刺さりやすいっていうのもありますね。うん。サイヤキラーあるんで、もうマジでぶっ通る、ぶっ通りまくるんで、まあ、系譜使っててね、決定力が欲しい人は、ありなんじゃないかなと思います。で、復活ご飯。まあ、最近はちょっと使う人ね、一瞬だけ流行って、そのまま減っちゃいましたけど、まあ、今でも全然ね、劇場系の損一族では使えるかなと思いますね。そして、半壊も、まあ、落ちバフあるんで、旧式の、赤紫とか、まあ、あとは範囲特殊持ってるキャラクターが最近の環境少ないんでね、やっぱりね、強いですね、こいつは。うん。序盤から普通にね、楽にコンボも取っていけつつの、落ちバフ要因にもなってくれる。そして、マベジ。いや、こいつマジでね、強いと思いましたね。前回覚醒が、あとね、600振ればできるとか、赤2つできるって人は、全然振っていいと思います。特に、サイヤの青枠でウルトラゴジータ持ってないよと、っていう人とか、だったらもう本当におすすめできるキャラクターかなと思いますね。範囲特殊あるし、もう必殺のね、瞬間火力めっちゃやばいし、もうとにかくやばいです、この人。まあ、鋼鉄禁止とかね、泥足とかないっていう部分は劣ってますけど、もう一概に完全なウルゴジの劣化ではないなというような性能はしてますね。本当に優秀です。はい。まあただ、4凸とかね、母体とかそんなんだから600振っても覚醒できないよって人は正直やめといた方がいいです。覚醒できるんならとか、赤2凸目指せる、貫凸目指せるとかだったら、全然振るのありかなと思います。うん。まあ、一応この辺のキャラも全然 PVP で使える。で、あとはちょっとこの辺かな。まあ、この辺も使えるんだけど、まあ、うん。そうね。まあ、このキャラとかだいぶ古いんで、ちょっと振るの抵抗があるんで僕は、うん、下げてますね。まあ、でも全然この人たちも PVP で使える性能ですよね。で、リミテッドのフリーザも系譜だったら、まだまだ現役で、まあ、この辺もユニフラでめちゃくちゃ強くなったんで、物好きは使ってって感じかな。そんな見ないけど、まあ、使われたら全然強いよねってキャラクターたちですね。で、スーパーベジットも一応この子に関しては、貫突目指せるんだったら、うん、やっぱり貫突の Z アビリティがね、最強なんで、まあ、あるのとないのでは全然違うんで、まあ、その辺目指せるんだったら全然ありかなと、思いました。まあ、以上のリミテッドが、まあ、おすすめ、なのかな。まあ、他のリミテッドもね、正直、覚醒だったり、ユニヒラだったりが控えてるキャラクターもね、結構いるんで、うん。まあ、先行投資してね、カマロゼとか、身勝手とか、ゴジブルとか、石腕とかね、その辺に、まあ、食わせるのも、まあ、ありっちゃありなのかなと思いますけど、一応現状の PVP で使うんだったら、このキャラクターたちがおすすめなのかなと思います。僕が今すぐ触れって言われたら身勝手ですね。全部突が、そこまでない、貫突してなかったとして、今すぐ触れって言われたら身勝手。で、さっきも言ったんだけど、やっぱり、リミテッドのキャラクターって、まあ、覚醒だったら7凸とか、覚醒してないね、キャラクターだったら、6凸、赤2凸とか、その辺の、凸をね、持っていけるようなキャラクターにマルチを振るのがいいですね。やっぱりレジェンズって6凸から Z アビリティ強化が強くて、赤2凸からステータスの強化がでかいんで、まあ、その辺がね、うまいこと、合ってるキャラクターをね、自分のボックスから見つけて使ってあげたらいいのかなと思います。PVP やる人は何度も言いますけど、絶対にね、リミットブレイクガシャはおすすめできます。ということで、今回マルチ振るのおすすめキャラでした。終わります。